キャットレンジです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は、こちらの、前回、永久期間の実験、06ということで、スプリング機構とフライホイール型の、永久期間の実験を行いましたんですが、それの改良型タイプとして、永久期間の実験、07として、実験を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。前回と違うのは、前回はスプリングが1つだったのに対して、こっちは今回は2つにしました。全体の姿ですが、このようになっております。真上から見ますと、このようになっております。それでは早速、実験を行いたいと思います。なんかいけそうな感じですね。一気に動きそうで動きませんね。この系列の秘密、種明かしについてですが、知りたい方はこのまま動画をご覧ください。このタイプの場合は、動画を編集して行ってるみたいです。これを逆再生で回していったりしたりしてます。ですから、だんだん加速していくんですが、初めから機械なので加速させた後、そしてこういうふうに動画を編集して、そして逆再生をしてたりしたりします。世の中にはこういいは話というものはなかなかないですね。以上です。Thank you.